随行陰記は、戦国時代の日本における叙任などの情報を提供する資料。現在は確認ができず、詳細な書士情報も不明な資料であるが、柳原厚志公が美貌のために作成したものという見解がある。明治時代に大日本資料編纂のための資料として作成された資料広報の中に12箇所が引用されていることで、この資料は知られている。 引用されたのはいずれも口千案や臨時、法書の草案である。しかし、昭和期に編纂された国書総目録に随行印記は掲載されておらず、現在確認することができない資料である。木下聡氏は関東大震災などの災害によって失われたものと推測している。随行印記を根拠とする情報の一つに、桶狭間の戦いに先立つ永禄3年5月8日付で、 今川義元が三河守に認じられたというものがある。随行陰気には口千案として掲載されている。この情報は桶狭間の戦いや今川氏の三河政策をめぐる議論に影響する。資料広報に随行陰気から引用された文書はいずれも柳原厚志公が発給に関わったものである。柳原のリミツが編纂した俗史具象によれば、 厚志校は随行員と称したとある。このことから木下聡氏は随行員記は柳原厚志校の職務の美貌のために作成したものとし信頼たりうる資料と評価している。ありがとうございます。